はい、皆さんこんばんは。こんばんは、グッソンです。どうもーグータラとケイソン。あ、ちょっとね、見えてもいいやつだね。今回、うん、2人でね、織姫衣装2種類着てみたんですけど、まあね、なんかね、もうね、スカートが短すぎて、本当ね、私がこれ立ち上がるとフルにケツが見えてんだけど、まあいいケツをしていらっしゃるということで、ありがとうございます。どうも、ね、ありがとうございます。皆さん聞きました？え、10キロ以上太ってたんですって。見てよ、うん、健康的な体重っていうのをね、世の人々は知った方がいい。ムチムチな太もも、肉つまめちゃうんだから、うん、そう、私とグーちゃんは本当に、特にグーちゃんはなんか理想的な健康体型って感じ。ガリガリでもないし、なんかボニボニもしてないし、ちょうどいい肉付きなんよ。わかります？そう、いや、多少プニプニ、グーちゃんで、ね、知るんだよ。ほら、ちょうどいい、ちょうどいい足、ちょうどいい太もも、最高。そう、グーちゃん太ももがね、うん、結構ムチムチしてる。いや、私だってもうムチムチよ。ね、尻出てる、尻出てる、尻出てる、あなたは。ちょうどなんかロゴで隠れてるかなって思ったんだけど。大丈夫。えい。健康的な人と一緒にいたいわ。確かに、うん、それはそう。結構これ胸元すごくない？え、結構ね、あの危ないかな。結構ね、胸元すごいね、うん、巨乳がバレちゃう。巨乳がバレ、私隠れ巨乳だから。隠れてない、隠れてない。私隠れ、全然隠れてない、隠れ、うん、実はね、 G カップあるんですよ。実はね、そう、実は内緒なんだけど。そうそう、実はね、一緒なんですよ。うぃ見えてますよ。お前お前、あー、ちょっとダメ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 、あー、全部見えてんだよ、後ろから。いや、後ろ向かないで、このスカート掛け足りなすぎるだろ。後ろ向かないで。スパッツ履いてる。そう、見えてもいいやつ履いてるんで、パンツは見えてません。もうパンツ見えたと思ったのか。パンツなんか見せるわけないんだよな。そんなサービスしませんよ。え、見せる時が来たら、そりゃね、もう莫大な金を取りますよ。パンチラ3000円で売るわ。安っ。安すぎじゃない。パンチラだから、1チラだから、パパパパパパパってやってね。そう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 、チラって見せる。ちょっとパパ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 ッつって、私これでほら、もう1万5000円ぐらい稼いでるから。極力物に近づいてないの。そう、謎なんだよね、すぎる。あー、泣いた。バイバイ。